車です。汽車が乗ってみると、運転席にはハンドルが設置されておらず、代わりにモニターが設置されています。このモニターに行き先を入力すると自動的に目的地に到着するということです。将来的には垂直に飛び上がり、最高時速は100キロ、鎌倉から六本木までおよそ20分で着く想定です。渋滞の解消、さらに災害時の救急搬送などでの活躍が期待されています。でも本当に実現できるのか。これは TBS が独自に撮影した製造の現場。この日は塗装や組み立て作業が行われていました。プロペラやボディは可能な限り軽く変形しにくい構造を追求しました。パナソニックや NEC など日本を代表する企業が部品や技術などを提供した、まさに日本技術の結晶なんです。日本っていうのはですね、かなり優秀な部品が多く存在する国なんですよね。なのでそのやっぱり産業の地点としてはすごく有利なのかなと。その車が先週、人を乗せた実験を初めて公開しました。今空飛ぶ車が離陸しました。高さは2メートル、時速4キロでおよそ4分間飛行しました。いかに水平安定が取れるか、地上で安定が取れるかってところは頑張ってやってきた甲斐があったなと思います。しかし世界のライバルたちは、飛び立ったのは中国の車、すでに客を乗せた遊覧飛行試験を行っていました。自動運転なので客は写真撮影を楽しんでいます。またドイツの企業もすでに都心部の上空を飛行する試験を行っています。世界との差がついているようにも見えますが、1年前もしくは2年前にスタートしたプラットフォームですね。なので少しずつ今追いついているような状態です。目指すのは3年後の実用化。専門家は技術の差は埋められるとする一方で、高度をどのぐらいにするとか、それから地上との交信、管制との交信をどのようにしていくのかとか、そういうことをいろいろ決めていく必要があります。170兆円とも試算される市場をめぐり、日本にとって負けられない戦いが続きます。